一月前、レッドグレーブ市内に突如姿を現した謎の大火の影響で、周辺の町は完全に機能が麻痺している状態です。政府はこの状況について、悪魔だよ。俺はこの目で見たんだ。レッドグレーブは悪魔に支配されてる。みんなが神になるでしょう。これは我らに与えられた試練です。週末の。ろくな番組ねえな。で、気分は？気分って？親父を殺した奴を助けに行くんだぜ。何が父親だ。私と母さんを捨てたろくでなしだろ。何の感情もない。そりゃアグナスがいい父親とは思ってねえけどよ。まあ学者としては悪かないさ。いろいろ役に立った。タバコやめろよ。ひでえ匂いだね。お前が臭いんだろ。おい、いいか？見えてるよ、突っ込め。おい、あんまり揺らすなって。音が飛ぶ。
来い。来い。度重なる敗北の果てに、その男の体はすでに限界へと達していた。だがまだ死ねない男にはなすべきことがあった。双子の弟に勝つことだ。捨て去ることを決めた。ヤマトの力を使って自らの人と魔を切り離したのだ。そして男を純粋な悪魔となった。
俺に残されたかすかな魔の力で滅びゆく肉体を維持してはきたが、もう限界が近い。切り離され人の魂だけになって、ようやく俺の犯した過ちに気づいた。力を得るために捨てたものが、その全てがどれだけ大事なものだったか。それでダンテに依頼したの？そうだ、愚かだが、奴ならきっと過ちを正せる。そう思ったんだ。なあ、俺は正しかったのか？私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう、ダンテの戦いを。嵐にはちょうどいいな。道を開けな。死にたいってんなら別だろ。
分かれ道ね。どちらにしようかなと溝をたどりたかったな。他には行かないから。気になったらぶっ叩け。我が家の家訓でね。ほらな、血が流れ出した。
魔王様を待たせちゃ悪い。先を急ぐか。
っちだ、来いよ。これで終わりか。ずいぶん手の込んだ仕掛けだったな。痛い、おい、何やってんだよ。おい、ダンテってばよ。俺が悪魔の力に目覚めたのはバージェルにこいつで胸を刺された時だった。ずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。今すぐ話すかそれ。俺も今まで散々いろんな奴に刺されてきたが、こんな日が来るとはな。いかれちまったのか。魔王を倒すんだろな。おい、自殺だ。お前バカ。ヤマトは人と魔の両者を分かつだとしたら、リベリオは吸収してるの。
あんたなんだな。簡単にくたばるはずもねえか。じゃあ仕方ねえ、見せ場くれてやる。勝てよダンペ絶対。
俺としたことが。Oh!
驚いた。思ったよりそのままだ。
死ぬこと。Shut up!
こりゃ驚いた。思ったよりそのままだ。
何も分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。
どうにか、みんな無事みたいね。周りを見てくる。おい、ユリゼンはどこに消えた？目的は何だ？クリフォだな。頂上だろう。違う、逆よ。だってクリフォトの頂上はここからずっと下にあるわ。人間の血は悪魔の力の源。クリフォトの巣た血は頂上で身をつけ、その禁断の果実は絶大な力を持つ。ムンデスもその果実を食らい魔界の王になったとブイが教えてくれたわ。面白い話だが今は不要だ。居場所が分かりゃいい。よう、あんた、あのダンテだよな。あ、うん、その私はニコレッタ・ゴールドスタイン。やっと会えた。あ、ニール・ゴールドスタインの孫なんだ。 あんたが持ってるその銃を設計したガンスミスで、そのちょっと見せろよ。うん、こればあちゃん。あんま似てねえな。ああ、残念ながら外見は父親に似ちまってね。その父の研究を元に開発した。ああ、そのあれプレゼントだ。ほら、二人の出会いを祝して。うん、受け取れ。もらっとくぜ。ダンテ、俺も行く。お前はやめとけ。おい、まだ足手まといってか。ざけんなよ。力なら手に入れた。こいつだ。違うぜネロ、そういう意味じゃない。行かせてやる。これ以上は時間が惜しい。もう猶予はない。一刻も早く奴を追うべきだ。おい、お前も来る気かよ。俺には見届ける義務がある。そうか、好きにしな、ポエム野郎。ただしバラバラで別の道を行く。その方が効率がいいだろう。